今新千歳空港を降りまして、これから東京羽田に帰るんですが、最近流行っている病気、まあそれの関係で、あんまり混んでいる便は嫌だな。まず空いている便はどれですかって聞いたらね、夜の9時発が一番空いていて、あんまり予約が入っていませんということでした。で、それの後方の席をと思ったんですけども、しかしいろいろと調べてみると、まあ、上級席も結構な空きがあるようで、受付で聞いたらですね、ファーストクラスがなんと10席も空いてると、10も空いてるってのはとんでもないことですよ。よくね、飛行機は乗りますけども、でもファーストクラスね、 JAL のファーストクラス、国内線のやつは、まあ、大体いつも満席で飛んでてね、安いんですよ、8000円ですから。だから人気があるんで、みんな使うんですけども、今日こんだけガラガラってのはどういうことか。東海道新幹線のグリーン車もなぜかもう妙にガラガラでね、全然乗ってないし、そういう偉い人が出張を控えてるんでしょうね、最近のご時世で。それで多分上級席簡単に取れるんだと思うんですが、そういうわけでも今までになくガラガラの、JAL 国内線のファーストクラス札幌新千歳空港から東京羽田空港までの様子をご覧に入れます。普通席とかクラス J の人は普通に保安検査を済ませたらこんな感じのベンチのところで待つわけですが、日本航空の上級会員サファイア会員と、それから、JAL グローバルクラブの会員は桜ラウンジという専用待合所を利用することができます。それこの桜ラウンジというやつね、まあ、しょっちゅう使ってますけど、私も JAL グローバルクラブ入ってますからね。で、JAL には2種類のラウンジがありまして、まあ、全日空もそうなんですけども、さらなる上級ラウンジがダイヤモンドプレミアラウンジです。で、これは JAL の最上級会員ダイヤモンド会員か、もしくは、JAL グローバルクラブの上級資格 JGC プレミア、もしくは JAL 国内線のファーストクラス利用客が乗れる、利用することができるラウンジとなっております。出発までちょっとだけ時間があるんでね、まあ、入ってみようかと思うんですが、どこからともなく、どこにあるんでしょうね、香り発生器があるんだと思いますが、最上級のトイレの芳香剤みたいなものが漂います。最近 JAL のファーストクラス全然乗ってなかったんで、千歳のダイヤモンドラウンジとかも来ることなかったんですけど、ずいぶん良くなったな。なんだこれ、すごいな、凝ってんね。JAL といえばね、ダイヤモンドラウンジのおにぎり食べ放題が名物なんですけど、結構美味しいんですよ。電話ボックスもこんなに豪華でね。しばらく来ないうちにすごくなったな。なんか改造したんでしょうね。本当はね、座って飲み物をちょっとでも飲んだりしたかったんですが、あとお酒がまあ飲み放題になったりとかね。あんなところに植物が飾ってある。ほとんどあの植物は気づかれないだろうな。そんなとこまで気にして作ってるんだ。危ない危ない。結果的に迷惑はかけなかったですけど、ちょっと早めに行って待ってようと思ったらね、違う便の搭乗口でしたよ。東京行き2つあるから間違えちゃってた。あと5名様ですって言って、うんと思って、それでね、急いで走っていったら、ちょっとまあ脇のところにある別の搭乗口のところで羽田行きのお客様やってましたね。まあ私の他に4名いたっていうことだし、便は時間通り出たようではありますけど、ちょっと申し訳ないからな、私1人ってなったら。しかしやばいな、本当に乗ってないもんな。びっくりだよ、こんなガラガラないよ。多分なんですけど、あの辺がさっき私が使っていたダイヤモンドプレミアラウンジじゃないですか。なんか正面の様子からしてそんな感じですけど、いや、あれは見たところサファイア会員とかが使う、あ、そうだな、あれは桜ラウンジですね。ダイヤモンドラウンジはもっと向こうの方だ。あの辺とかでしょ、多分。いや、本当に乗ってないな。 おかしいって言ったらあれですけど、こんなの初めてですよ。まあ、空いてる便に時間を合わせて乗ったから当たり前かもしれないんですけど、これ夜間の着陸に際して明かりを暗くしますって、まあ、JAL でよくやってるやつですが、外の景色がよく見えるようになるんで結構好きなんですよね。多分万が一墜落とかした時にすぐ避難できるように目が
暗いところに慣れているからすぐ動けるじゃないですか。そのための照明落ちだと思われます多分ね。まあ、ファーストクラスは隣の人は別ですけれども、他のお客さんとの感覚がこの手の開放型の座席の中では多分普段私たちが乗るようなこういう横向きの座席がついている乗り物では一番広いと思われまして、私が今このぐらいのボソボソ声で喋っていれば、まあ、マイクの感度が高いっていう理由が一番なんですけど、でもね全然多分周りには私の独り言このナレーションは聞こえてないと思う。座席の配置もすごい気を使ってくれてまして、これ今2つ座席が並んでるじゃないですか。向こうの座席とそれからこっちの座席とね、2つありますけど、これ両方とも一応同じ列っていうことになってるんですよ。ただ若干前後にずらすということによってかなり空間が広いように感じられるんですよね。お、なんかちょっとエンジンを溜めてから動き出したな。上で私のリュックサックが動く音がしました。つまりそれだけ荷物がスカスカだから私の荷物が動く余地があるというわけです。そんなにお客さんが乗っていないということですが、普段から上の荷物の部分にはかなりの余裕があります。全日空のプレミアムクラスも、まあ、この JAL のファーストクラスとよく比較されますけれど、あちらは値段は約2倍ですが、 JAL のファーストクラスの方が明らかに座席は広いですね。おー、綺麗な景色だ。またファーストクラスの座席は基本的にエンジンよりも前に設置されていますので、かなり静かで、エンジンの爆音とかなんか耳障りな感じとかそういうのが特にありません。だからすごく人気なんですよ。全日空よりも広くて、全日空よりも安くて、ラウンジも全日空よりいいところを使える。じゃあ JAL のファーストクラスの方が圧倒的に全日空より勝っているじゃないかって、まあ正直そうだと思うんですけども、ただファーストクラスには難点があって、全日空のプレミアムクラスと比べて隣のお客さんが来る確率もかなり高いです。それが今日はこんなにガラガラになってるってのはすごいことですよ。これも超お買い得ですよ。信じられん。飛行機は今こんな感じで高度を上げてますかね。こう遠くまでファーストクラスの席が自分の横一列空いてるなって、もうそう簡単にはお目にかかれませんよ。こんなにガラガラなのは絶対そうですよ。眼下に苫小牧が見えます。夜でもここは工業都市ですから、港もね出荷とかいろいろありますんで、ずっと明るく空の上からその形をはっきり見ることができます。ランプが消えたな。で飛び立ってしばらくするとというか、あのシートベルトサインが消えると、ああいう風にね一般客室との間に仕切りができて封じられるんですよ。もう8000円でねここまでの特別待遇ってのはね普通に安いと思うんですよ。まあ、8000円ってのは高いですけど、でも普通に東北新幹線のグランクラス並みかそれ以上のサービスしてますもんね。それでね東京札幌間8000円、まあ、こんなシートポケットみたいなのがねもう横に設置されてるんですけど、モバイルバッテリー、一応パソコンとかもなんか充電できるらしいです。 JAL マークが入ってるやつ、このモバイルバッテリー欲しいんですけどね、どっかで手に入るんじゃないかと思うんですが、どのぐらい強いのか。あとは座席のメニューか、この座席実は古いバージョンでね、去年の9月から A350 って最新型の飛行機ができましたんで、それのファーストクラスはこれとはちょっと形が違うんですが、私はこっちの座席の方が好きかな。リクライニングとかは電動じゃないですけどね。飛び上がったらまずサービス開始ですけども、最初におしぼりが配られます。あ、まあ、もっと言うと最初に乗り込んだ時にチーフパーサーっていう白い服着た人と、それからもう一人、本日はご搭乗いただきまして誠にありがとうございます、担当いたしますなんとかです、よろしくお願いします。国際線のファーストクラスと同じサービスやりますよ。ちなみにトイレも来ましたけど、トイレはどうだったかなと見たら、これは多分普通席とかのトイレと変わらないと思う。さすがにこれは国際のファーストクラス並みではないみたいですね。でもね、人的サービスはファーストクラス並みですよ。本当びっくりする。国際線のファーストクラスと、ね、同じ気分を味わえますから。乗った私が言うんで間違いないですけど、まずテーブル、これから食事出てくるんで、食事のテーブルを取り出すわけですけど、全日空のプレミアムクラスはねキャビンアテンダントの人が持ってきてくれるんですが、テーブルはちょっと出してもらっていいですかみたいな感じなんですよ。 JAL はキャビンアテンダントの方が挨拶にもう一度来て、その時にただいまからお食事をお持ちしますって言いながらテーブルを出してくれます。この違い、
まあ、全日空はね、あのダイヤモンド用のラウンジをプレミアムクラスで使うことができなくて、多分全日空の国内線のプレミアムクラスは JAL のファーストクラスより高いんですけど、全日空としては国内線ビジネスクラスみたいな扱いだと思うんですよね。でも JAL の国内線ファーストクラスはもう国際のファーストと同じロゴ、似たようなロゴ使ってるし、同じじゃないかな。デザインももう国際のファーストと似たような感じだしね。で、機内食はこれです。本日の機内食は沖縄風ということで、和食と書いてありましたが、まあ、和食に当たるのか分かりませんけど、これはあのラフティーね、あとはゴーヤチャンプルのゴーヤ抜きみたいなやつがありますね。あとはこんな独特のお吸い物、これはね、美味しいあったかいご飯です。これ美味しいですよ。ちょっと開けてみましょう。お、なんだこれ、ハイアットレジェンシー、なにこれ、ホテルのスイートルームをご予約ください。2泊目のご滞在を無料、え、すごくないこれ、なにこれ、これただの広告かな。あ、ファーストクラスご搭乗の皆様特別、なにこれ、これ持って帰らないとね。あ、すごいな、これいいな。こんなのは初めて見ましたけど、他にはこれなんだ、これ広告か、多分機内の飲み物で出るんでしょうね。まあ広告は兼ねてると思うんですけど。へえ。またなんか JAL のファーストはすごくなった気がするな。いや、高級なね座席、もうファーストクラスが乗りまくってる、別になんとも思わないとは言いましたけど、8000円で改めてこんなにいろいろサービスしてくれたのかと思うとすごい。あったあった、これだ、健康道場旅行野菜、多分ここの提供なんでしょうね。このラフティ豚の角煮ですけど、泡盛で煮込んだというふうに言ってました。いや、実はね、機内食食べなくてもいいかなと思ったんですよ。もうさっきファーストクラス乗る予定なかったんで、新千歳空港で夕飯食べちゃったんで、その後ファーストがガラガラっていうから乗ることにしたんで、2回目の夕飯なんですよ、これ。お腹いっぱいだしなと思ったんですけど、食欲湧いてくるわ、これ。ただね、飲み物はあのシャンパンのなんかドンペリニオンとかそういうのが出てくるわけではさすがにないので、まあ、あのじゃあ 水でいいやと思ってね、これをもらったんですけども、キャビンアテンダントの方がお越しになって、でお水でよろしいんですか、で 水が好きなんですって言ったら、まあ、随分スタイルがよろしくて、飛行機に乗ってね、国内線で札幌から東京行くのに自分のスタイルを褒められると思わなかった。いやいや、痩せてるだけですよ、もうこれで、あの服を着てなんとかごまかしてんですよって言ったんですけど、そしたらね、私のお肉を差し上げたいぐらいです、ね、そんな風におっしゃって、ね、まあ、いやいや何をおっしゃいますかっていう風に私は返しましたけど、まあ、ともかくなんか国際線のファーストクラスに乗った時と同じような話してるんですよね。チーフパーサーの人が私の元に、ね、飲み物とか足りてますかって話しかけに来られて、で、まあ、その時に、ね、私からもちょっと話しかけたんですけど、結構国際線のファーストクラスってキャビンアテンダントの人とそれから乗客とがこうおしゃべりしてるみたいな光景はよくある、もうしょっちゅうおしゃべりしてるんですよ。で、雑談みたいなことにもなるんですよ。これはいけんだろうと思って聞いたらね、あの結構雑談しましたよ。まあ、普段別にキャビンアテンダントさんとね、あの雑談するっていう趣味はないんですけど、まあ、あの向こうも仕事の一環と思ってそれをやってくれてるだろうし、乗客がそのサービスを利用することもできるだろうと思ってね、キャビンアテンダントさんの邪魔にならないぐらいにいろいろ話してみたんですが、お話の感じとかも全部ね、国際のファーストクラスと同じような感じでしたね。接客も同じようにされてるんですねって言ったら、もうそう同じように心がけてますって、あの教えていただいてね、だからもうファーストクラスの疑似体験ですね。ハード面、座席とか、まあ、食事とかトイレ、そういったところは あとはラウンジも国内と国際で違いますけど、それはさすがに国内線のファーストと国際線のファーストで違いますが、キャビンアテンダントの人はね、もうなんかほとんど同じような感じだもんな。で、チーフパーサーの人に伺ったら、その方は国際のファーストもよく乗務されるということだったんですが、まあ、一方で国際のファーストに乗れる人は、もう国内線の普通席でも国内線のエコノミーでもどれでも乗務するんだそうです。で、国内線のファーストには乗れるけど国際線のファーストには乗れないみたいな、そういう人もいるんだそうです。やばいな、ファーストクラスのサービスにびっくりしてる間にもう仙台まで来ちゃったよ。もうあんまりすぎるからシャンパンも頼んじゃいました。まだ来てませんけど、ただしそんなにたくさんは飲まないから半分ぐらいね。もうなんだこれ、もう本当ファーストクラスじゃないか。国内線のファーストクラスと国際線のファーストクラスは別物ですよって今まで動画でずっと言ってたんですけど、意外とそうでもないかもしれないぞ、これは。
まあ私全然酒の知識なんて全くのゼロですけど、なんかドンペリニオンとかクリュックよりもちょっとこう優しいというかね、あのジュースに近いような気がします。でも全然ジュースっぽいなんてことない、ちゃんとしたシャンパンの味がすると思いますよ多分ね。ドンペリニオンとかクリュックと似てますよ。このね、ファーストクラスも本当全てにおいていいんですけど、ただ問題なのは経済学で需要と供給がこう合ってなくてですね、本来であればもっと値段は高くなっているべきなんですが、なぜか8000円という非常に安い値段になってしまっているので、まあ、取ることが難しい、もうしょっちゅう満席になっている、もしくは隣に必ず人が来る、で隣に人が来るとこの素晴らしいサービスも、まあ、やっぱりちょっと、ね、横の人に遠慮したりして多少霞がちです。それを今回は十何席あるうちの5人しか乗ってませんから、これはもう贅沢な限り。ちょっとリクライニングも倒してみますかね。後ろに人がいますけど前後の間隔が広いから大丈夫でしょう。寝たような感じになるな多分。ここまでで、ね、寝たような感じになるのがすごいとないと思いますよ、国内線では他に、まあ、あとはもう本当国際線機材を国内線で運用するぐらいじゃないですかね。このリクライニングがまたね、初期状態で倒さなくても結構倒れてるもんですから、だからもうね、リクライニングを倒すのをなんかうっかりすると忘れるぐらいなんですよね。あ、そういえば倒してなかったわみたいな、その必要もないんですけどね。本当に快適、座り心地も最高だしね。一人に一つずつ配られるこの毛布もとってもいいですよ。もう体を全身まですっぽり包んでくれますんで、まあ、眠かったらリクライニングを全開に倒してこれ首までくるまれば結構よく休めると思います。これもね、全部の座席の裏にあらかじめ置いてあるんですが、触り心地がね、非常にいいんですよ。やみつきになる、ずっともみもみして痛くなるようなね、素晴らしい触り心地で。これここにやっとくだけでもう最高。あ、いかんいかんいかん、ベルトするの忘れてた。なんかニューヨークからの帰りで乗った時もなんか床の色もこれだったような気がする。なんかカーペットもこんな感じのカーペットでしたよ。全般的にね、まず JR の北陸新幹線、東北新幹線のグランクラスは、まあ、これは JAL のファーストクラスを真似して作ったんだなっていう感じがするんですよ。で、JAL のファーストクラスは、JAL の国内線ファーストクラスは、JAL の国際線のファーストクラスに近くなるように作ったんだなっていう感じがします。だからもう一つのね、JAL 国際線ファーストクラス体験版みたいな感じで、それ8000円でできるんですよ。お得だと思いますよ。だって普通に乗ったら100万円なんですから。でもうこの千歳空港から羽田空港まで、まあ一応ね1時間半ぐらいは飛ぶわけですけど、こりゃすごいな、お買い得だな、なんだこりゃとかね、行ってる間にもうなんか羽田空港に今降りるっていうんですよね。こんだけ飛行機に乗りまくっている私でもそうなんだから、多分あんまり飛行機に乗る経験のない方はね、本当にもうファーストクラスが特に空いていたらね、例えば2人とかで旅行するときにファーストクラス2席空いてるとかなってたら、絶対ね2人並んでファーストクラス取った方がいいと思いますよ。もう驚きの体験ができますから。そしてもう間もなく東京羽田に帰り着かんとしていて、飛行機の高度もどんどん下がってきました。いや最後の最後まで最高だ。まず羽田空港がこれでしょ、でこれはレインボーブリッジ、それから東京タワーと新宿はどこかな、ちょっと分かんないな、揺れてきたし。これで最後笑いの都心上空ルート通って帰ったらもう最強だったんですけどね、残念ながら上空ルートは今もう試験が終わってしまったようで、まあこれから乗る機会があるでしょう。まあ浜松町があそこで、あの辺が皇居でしょうから、まあ銀座とか、あと丸の内ね、丸の内が大体この辺かな。飛行機でね、夜遅い時間に札幌から帰ってくるときは絶対右側がいいです。東京の素晴らしい夜景が多分大体の場合見えますんで。ビル群の銀河系みたいなのもいいんですけど、また手前にねこう散りばめられた
天体望遠鏡みたいな感じの、天体望遠鏡とは違うけど、この船のポツポツの明かりもまたこれも素晴らしいんですよ。で、手前側、こちら側は千葉県と、東京湾アクアラインがあそこに見えますね。飛行機はこれから右に回って羽田空港に降りていきます。オリンピック関連ですかね。なんかスカイツリーが聖火みたいなものを燃やしているように見えますけど、あれが標準なのかなといったところで、うおーうおー、東京国際空港羽田に着陸いたしました。今のうおーってのは何かと言いますと、この飛行機ってのは降りるときにまず後ろから着陸して、その後前側の車輪をぐいっと下に下ろして水平な状態になるわけですけども、そうすると後ろ側の車輪が支点となって飛行機の前側は結構落ちるんですよね。わかります。こうやって着陸した後でこうやって降りるんで、前方のこの辺に座っている私たちファーストクラスの客はうおーっていう風に降りるわけですよ。だからそれはちょっと感じるっちゃ感じるけど、そんな別に言うほど辛いとか そんな気になるほどじゃないですけどね。こちら関東地方、寒さの中にも少しずつ春の訪れが感じられる季節を迎えております。どうぞ皆様、体調には十分ご注意の上、引き続きお元気でご活躍くださいませ。今日もノーマルドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we have just... こういう季節の挨拶があるのがまた JAL の特徴って感じ。全日空でもたまにやってますけど、 JAL の方がなんかこういうのをよくやってるような気がしてね、アナウンスからどことなく高級感みたいなものは感じます。それで最後にね、降りるときに後ろの席の方が私に話しかけて来られて、あ、スーツさんですか、ああそうです、あ、視聴者の方だったんですか。それでね、私は早速その方にお聞きしたかったんですが、今回も飛行機の中でカメラに向かってこう、マイクつけてブツブツ喋ってたじゃないですか。その声がね、周りのお客さんに聞こえてるとちょっと雰囲気を乱すよなと思ってね、静かにしててほしい人だっていうのに、なんか前でブツブツ喋ってるやつがいたら不審じゃないですか、そんなので。これ幸い後ろに視聴者の方がいたと思って、私がブツブツ喋ってたの聞こえましたって聞いたらね、何も聞こえなかったそう。あ、よかった、もう安心ですよ。いや、よかった。もう これね、ずっと気になってた。多分大丈夫だろうなと思ってたんですけどね、安心。それだけ、周囲との距離がファーストクラスは離れているということでもあります。私の後ろにはね、座ってる方がおられたんでした。で、それからあと降りる直前になってですね、私ずっとその方と、機内で喋ってたんですけど、キャビンアテンダント3名ファーストクラス担当の方のうち1名がですね、すみません、人違いでなければということで、私の視聴者の方だったんですね。これなんか動画に向けて別に喋って問題ないらしいんで、喋らせてもらっているんですが、で、その方はですね、その方がご覧になって、他の2人は知らなかったみたいなんですけど、どうやったら見られるんですかみたいな話になったんで、それもね、私からこう、JAL ファーストクラスで言えると多分出てくると思いますんでみたいなことね、それで、多分、この動画が出てる頃にはもうすでに見ていただいていることに、なってると思うんですけども、いやなんかすごいもうなんかご意見があったらね、ぜひ追加で、動画に吹き込んでおいてください。なんか食事の味とかね、なんかこれがダメだったとかみたいな、そんな話を冗談めかして言われたんですが、しかしですね、そんなものは全くなく、昔っていうかちょっと前に乗ったね、おそらくもうそんな高級なものには二度と、その、国際線のファーストを普段使いするほど私は多分すごい人間にはならないだろうから、だから乗らないと思われるジェネラル国際線の一度だけ乗ったファーストクラス、それをね、もう思い出して、その高級感と共通するものを、かなり感じたと。もうそれ以上の感想はない、ありません。面白かったんで、それは今回がやっぱりそういうサービスを受けるのにラッキーな状態だったっていうのもあると思うんですよ。5人乗ってて、客室に5人しかいなくてキャビンアテンダント3人ですから、俺はね、サービスは良くなるに決まってるんですが、とにかく落ち着いてて素晴らしかった。
まあ、ハードウェアはね、あの国際線のファーストクラスとは違いますよ。国際のファーストクラスはフルフラットになるし、パジャマがついてて、ラウンジではなんか贅沢な料理が食べ放題、あとは何ですか、まあ、あの機内でもね、コース料理が出てきて、好きな時に好きな料理を注文でき、まあ、シャンパンの値段がもっと変わる、あの上等なものが出てきたりしますけど、まあ、まあ、それはね、国際のファーストクラスの方がすごいっちゃそれまでですけど、でもまあ国内線の座席がフルフラットになってるって言ったって、あの食事が出てきてそれ食べ終わったらもう着陸態勢ですから、別にそんなんどっちでも変わらんと思うし、それからあとはパジャマ、まあパジャマもいらないですよね。そういうことを考えると、なんか十分ね、国内線でできる最高級のサービスをしてるんだなっていう感じがします。まあ、あのシャンパンのなんかサロンとかクリュックとか、あのドンペリニオンは出てきませんけどね。まあまあ、どうしても飲みたかったらドンペリニオン買ってファーストクラスの中で飲めばいいんじゃないですか。やっぱりお客さんこんな少ないことあるんですかって聞いたら、やっぱり昨今のね、こういう情勢で、出張のお客さんが随分減っているらしいということでした。新幹線のグリーン車も本当に、ね、減ってまして、普通席とかもね、多分相当ガラガラになってるんじゃないのかな。まあ私も空いている便を選んで乗ったからっていうのもありますが、というわけで早く良くなるといいですねみたいな、そんな話を最後にキャビンアテンダントの皆さんと、それから視聴者の方と5人でしてですね、それでじゃあ掃除があるでしょうかなと、あのいそいそと飛行機を降りるということをしました。いや、とにかく面白かったです。国際線のファーストクラスと同じ体験をしましたということをお伝えしておきます。続いてたら特におすすめですので乗ってみてください。ありがとうございました。